こんにちは、あつです。Yo, Love's Day! はい、今回はですね、まあ、この前、三島由紀夫さんの英語の動画出したじゃないですか。すごかったね。で、それよりも古い、なんかこう、日本人の英語の映像ってないのかなっていうふうに見てたら、うん、たまたま、その、織田信長の英語。織田信長の英語を見つけて、YouTube に出てましたね。で、それについてちょっと。デバゲやろう。で、まあ、この動画は、国際連盟を日本が昔だったりした、うん、なんだっけ国際なんか国連の今の国連の前のやつで、はいはいはい、でまあ、この時 の, その歴史的な背景とかっていうのはいろいろあれこれ意見があったりとかすると思うからそういうのは、どうでもいいというか今回の動画では使わないんだけど一旦持ち帰りましょう、はい、それは持ち帰って、はい、でそのこの時に演説をした、まあ、日本の外交官の、うん松岡洋介さんっていう方がいるんですけれども、これな国何？国際連盟。え英語だとなんていうの？英語だとなんていうんだろうね。ね。なんだろう League of Nations。League of Nations。合ってんのかな？合ってる、うん。もうスーパーヒーローのチームみたい。なんかアベンジャーズの。そう聞いたことをなんか。My name is Super Nick from the League of Nations and I am going to save the world。あでもそんな感じの英語喋ってました。でもそう。で今回はこの動画ではその、まあ、英語の部分だけですねについてちょっと注目して、はい、聞いてみようと思いますのでちょっと聞いていきましょう。China has long been derelict in her international duties as a sovereign state and Japan as her nearest neighbor has been the greatest sufferer on that score. The adoption of this report would give the impression to the that they had been exonerated from all responsibility, that they could continue to defy Japan with impunity. もういい。うまい。うまい。めちゃ、まあ、うまい。もう、その時の普通のアメリカ人みたいな。うん。アメリカ人だって言ったし。まあ、transatlantic accent。ミラチランチかな。その部分で、俺別になんか変、まあ、あの、音声結構悪いからさ、うん、本当はね、発音はそこまで聞き取れないんだけど、うん、普通にそれをプレイして、日本人って言われなければ、普通になんかアメリカか、そういう、ブリテンみたいな、うん、この人ネイティブっていうじゃ感覚あるんだ、うん、うん、まあその昔の英語は 今の英語と違うからさ、はいはいはい、でも当時の英語だっていうふうにアメリカ人だと思っちゃう、だって言い方も And the win of the people! みたいな感じじゃん、そうだね、いわゆるこれはそのアメリカ人がそのミドアトランティックっていうのはそのアメリカ人がわざとイギリス人っぽく話してたような時期の英語なんだっけ、そうそうそう、それに近いんだ、うん、うん、で、まあ、この松岡洋介っていう人はアメリカに留学経験があるみたいで、さすが、まあそれはね、確か若い頃か、そう13歳とか、ああそれずるいよ、だからまあまあまあそれずるいよね、こっちなんだけど、だほぼほぼ帰国子女みたいなもんですね、でもそれぐらいから留学してどのぐらいいました、結構長年、まあ8年ぐらいね、うん、じゃないでしょうかね、まあでもアメリカなんか人によって全然違うんですけど、もう10年いても全然喋れない人もいるし、8年いるともほぼほぼネイティブみたいな人もいる、はいはいはい、でもそういうね、うん、前はうまいですね、はい、っていう、まあ留学あったからちょっとチートかもしれないんですけど、もう今の日本の政治家でこんな英語喋れる人いなくない？ああ確かに、うん、うん、あんまりでも政治家の英語って聞かないよね、ああ聞かないよね、あの人の英語はよく聞く、なんかみんなインターネットでセクシーを言う、ああ小泉さん、そう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 、なんかその岸田さんとかも、うん、その首脳会談とかでこう話したりとか してるんだけど、だいたい音声入ってないからさ、あそう、どういう英語を話すんだろうとか、どういうこと話すんだろうっていうのはちょっと気になるよね、もうちょっと聞いて間違いをちょっと探したい、俺さっきの感じだと完全にアメリカ人だと思ってたけど、じゃあちょっとね流しますね、うん、It would serve further to embitter the feelings of the Japanese and I ask you not to adopt this report for the sake of peace in the Far East、わかんないよ、わかんない。わかんない。It's so old, it's hard to tell, you know? なるほどね。まあでも、すごい。あと、スピーチが普通にうまい。うん。今の政治家よりは、ちょっと、なるほどね。大
魂が入ってるね。ちなみにさ、今こういう話し方でこう英語を話した場合にどういう印象になるのかな、うん、ちょっとなんか結構そのパワフルみたいな。でも昔インターネットとかテレビは、まあこの時代はテレビはあんまなかったんだけど、うん、スピーチは多分一番大事だったの、ダントツ。スピーチの重要性が相対的に今よりも高かった。スピーチが上手い人が勝つ。そういう今までの選挙があったの、歴史的にアメリカでも。なるほど、うん。今エンターネットでいろんな情報が出るとか、テレビとか何でもいっぱい情報。うん、でもなんか多分有名なアメリカの選挙でスピーチで完全に、なんか元々、この人は絶対負けるみたいなやつで勝った人もいるから、昔のスピーチ力は多分半端ないと思う。なるほど。じゃあスピーチの重要性って下がってるんだ。そうね、最近は。すごい言っちゃいけないんだけど、まあこれは政治的な意見じゃないの、うん。バイデンよりはこの人の方が俺スピーチ力が高いと思うけどね。バイデンよりも高い演説。それはその、ね、バイデンが好きか嫌いか別としてね。別としてね。うん、はい。多分トランプより、うまいって思う人もいるかもしれない。ああ、ほんと、うん、なんかトランプさんはめちゃくちゃ話うまいな。俺もうまいと思う。でも、めちゃくちゃ嫌いな人もいる。でも、トランプのことが嫌いで嫌いになった人も。まあ、スピーチじゃないからね、それ。でも、トランプは結構その、一般の人みたいな喋り方。政治家っぽくないから、うん、それは好きか嫌いか。うん、でも、これはダントツ、ダントツよりはうまいと思うけどね。はい。じゃあ、まあ、ものすごい演説がうまい。日本人が昔いたという。はい、そういうお話でした。はい。はい。ということで最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。